充実した放課後だな。アイスに牛串、野菜抜きケバブにマトンビリヤニ、全て制覇したぞ。最新の掃除機も驚きの吸引っぷりに胃が悲鳴を上げているけどね。でもたまにはこうやって午後のひとときをフードファイターのように過ごすというのも悪くないかな。そうだな、いつもこうして早く終わればいいと思ってしまうが、まあそれはそれで退屈かもしれないな。そうかもしれないね。先生に追いかけられる時間も楽しいものだから。そう思っているのはお前だけだと思うが、ま、今年はルイとも同じクラスになったしな。クラスメイトの顔ぶれも変わって教室の雰囲気も新鮮だ。なんだかワクワクするではないか。そうだね、何が起こるか楽しみだよ。よし、それでは腹も満たされたことだし、次はショーの題材になりそうなものを。って、あれは。どうしたんだい？見てくれ、ルイ。この服に何か形容しがたいシンパシーを感じる。この緩い雰囲気の魚の刺繍は、司くんが気に入っているシャツと同じブランドかな？うん、どうやらそのようだ。このベストは愛らしさとかっこよさの塩梅が絶妙で、なんだか猛烈に惹かれるものがある。無性に欲しい！せっかくだから試着してきたらどうだい？僕はここで待っているよ。いいのか？それなら悪いが少し時間をくれ。店員さん、試着室を借りてもよろしいでしょうか？今日も司くんは元気だね。ありがとうございます。ベストに合わせて全身のコーディネートまでされてしまったが、悪くないな。ベストだけではなく全部合わせて買ってもいいかもしれない。ああ、司くん、着替え終わったようだね。似合っているじゃないか。はっはっは、そうだろうそうだろう。似合いすぎて全部買いたくなってしまっていたところだ。懐事情さえ許せばいいんじゃないかな。時期的にも何かを新調するにはぴったりだと思うよ。確かに言われてみればそうだな。やはりこの時期ここで出会ったのは運命だ。となれば、そこまで懐が温かいわけではないが、ここは清水の舞台から飛び降りる気持ちで全てお買い上げするとしよう。店員さん、全部でおいくらでしょうか？2万。ああ、なかなか思い切った買い物をしてしまった。付き合わせてすまなかったな、ルイ。いや、僕も新しい服に身を包む司くんを見てなんだか新鮮な気持ちになったよ。やっぱり新学期は気分を切り替えるにはもってこいの時期だね。ああ、新しい環境になるといろいろとリセットして頑張ろうという気持ちになるからな。それに俺たちワンダーランズショータイムにとってもここからが新たな始まりになる。司くん、世界で活躍するスターへの階段を駆け上がり、全員の大切な夢に向かって志新たに頑張っていこうではないか。そうだね、これからもみんなで一緒に夢を追いかけていこう。